はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回は信長の野望大使、信長プレイ続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回はですね、今川武田浅井足利さらに鈴木と、反信長連合信長包囲網が敷かれたという中、まずは武田今川とは和睦をして、その後浅井朝倉これを攻めて浅井を滅ぼしました。さらに越前朝倉の一部を切り取り足利幕府を滅ぼして鈴木も平家西賀を支配下に収めたという状況になります。今回はその続きになるんですが、まずはですね、石山御坊大坂にこもる本願寺、これを撃破して、さらにですね、今川武田に備えつつ越前朝倉攻め、さらには中国地方の山名家こちらの方にも手を加えていきたいなというふうに思っています。で、武将はすでに配属済みで、歩兵もかけてですね、戦時体制へと移行しています。今まで尾張三河あとは駿河の一部まではですね、戦時体制を解いていて歩兵もほとんどかけていなかったんですが、今は歩兵をかけてですね、完全に戦時体制へと移行しています。では早速続きをプレイしていきましょう。まずは本願寺との停戦が解けたタイミングで本願寺攻めを行います。まあ、とはいえですね、結局のところ兵糧が全然足りないという状況にはなるので、兵糧をね、いかに確保していくかということに、まあ苦心していきたいなと思います。まあ、今回農業系を入れてまた洪水が来た時に対応できるようにしておきましょうか。かような策はいかがでしょう。かような策はいかがでしょう。まずは備前包み入れとく洪水の低下、これをすぐに入れましょう。で、その上で何を入れるかな。お金がね、結局欲しいんで、無資源証券の成長を入れて、あとは商業回数の増加がどっかにあったよね。これは見失っちゃった。もしかしてここだな。違うな。やらかしたかな。しょうがないな。結局今使っちゃったのが良くなかったんですね。鼓動回数増加、これだな。商業が240必要なのか。ちょっと数が全然足りないな。そうなると鉄砲の増産を入れておきましょう。で、しばらくの間は商業優先で育てていきますか。では本願寺に対して戦線を布告していきましょう。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。で、武田が本願寺に着いね、朝倉も本願寺に着くと、で、謙信はこちらに、三好は心中してるのでもちろんこちらに着きますね。今7月なので、9月に兵糧が入ってくることを考慮すればもうすでに行軍を開始しても問題ないでしょう。石山御坊に対して、6万4500も兵いるかな。こんなにはいらないよね。なのでどうしようかな。もちろん自ら決戦の指揮を取るんであれば部隊数は非常に重要になるんですけど、もう敵の数知れている中決戦を指揮する必要はないと思うので、今回はこの5部隊4万の軍勢で攻め入りましょう。4万もむしろいらないな。
もう1万減らしましょう。3万の軍勢で十分だな。これで本願寺を攻めます。で、兵糧が入ってきたタイミングでむしろ朝倉攻めですね、こっちの方を先にやっていきたいなというぐらいなので、朝廷からの使者か、厄介でしかないな。金がかかってしょうがないからな。で、大将権が形成されましたね。そしたら石山ごぼうは力攻めにしちゃいましょう。報告いたします。赤松家との同盟が切れるわけだな。そしたら兵糧外交が使えるんで、むしろありがたいな。先月の収支でございます。他、外交的に使えるところあるかな。毛利はこの後戦いを挑みたいぐらいなんで、ほっときましょう。山名もほっとくでしょう。他はいる。今川は今こんな状態でしょう。わ、北条がだいぶでっかくなってるな。めちゃくちゃ北条でかくなってるね。北条を潰さないとまずいことになるんじゃないのこれ。伊達が北条を抑えきれるとも思えないしね。伊達と、まあ、長尾、まあ後の上杉謙信が組むとかね、そういう状態に持っていかないと厳しいんじゃないかな。そしたら遅れは取っていられないということで、朝倉に対してもね、この後戦線を布告していきましょう。受け入れよ、信長が作る新しき世を。そしたら信長は一旦騎乗させましょう。騎乗とね、まあ、集合というか繰り返すと兵糧の消耗が激しいんですが、今はね知れていますんで、これでよしとします。結局数がね、どうのこうのっていうよりかは今距離的に短かったので、さほど問題にはならないかなと思います。ではこの後は一気に越前に入って、朝倉、さらに本願寺、これを撃破したいなと思います。やっぱり兵糧が欲しいよな。これで兵糧がある程度まとまった量入ってきますんで、中松からは先月の収支でございます。この後は兵糧をもらいましょう。かしこまった。これね、兵糧がどれくらい入ってくるか、まあ、1万入ってくれば、まあ、約20万近い兵糧が集まるんで、これで朝倉攻めが成り立つんじゃないかな。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。では早速ですが、朝倉の本拠地一条谷を攻めましょう。信長の7万出陣する。さらに勝山城にも兵を入れましょう。秀吉隊中心に5万出陣します。ごぼうには誰か人を入れてあげないといけないな。で、11,800 の兵糧と引き換えに同盟という条件を引き出せたので、全然ありですね。報告いたします。兵糧の消耗がやっぱり激しいね。兵站管理ができるようなものはすぐにでも入れていきたいな。
気に入った。まあ先ほどお話したようにご覧のように商業が絶対入るような形にしてあります。かようなさくはいかがでしょうか。かようなさくはどうだ。お、ゴンベイだな戦国ゴンベイ。本当はね兵団管理を入れたいんですが、兵団管理は出てこない以上はどうしようもないよね。そしたら鉄砲の攻撃量を上げてさらに増産に踏み切りましょう。で鉄砲の割引も入れてもう鉄砲体制に移行していかないとね。ちょっとまた行動回数増加に遠のいちゃいましたけど。そしたら石山ごぼうには武将を入れていきましょう。誰を入れるかっていうところだよね。あとは、まあ、観音寺に詰めている太田牛一でも、うーん、いや太田牛一は入れられない。いや太田牛一を入れよう。太田一族を入れておきましょう。まあ、太田牛一はね新朝後期の著者ですからね。信長に絶対的な服従を誓っているはずだ。朝倉の軍勢ごときだったらさすがにやられることはないだろう。山名と毛利か。ここは山名に着く理由はないな。受け入れよ信長が作る新しき世。むしろこれを機に山名を攻めたいぐらいだね。山名が兵をどうだろう、毛利に向けて差し向けた隙にこちらも兵を挙げましょう。でライレンはどこに動くんだ。ライレンの目標がわからないな。ライレンが出てきているもののとりあえず一条谷から兵を先に進めましょう。出陣する。取り囲め。よし、謙信との同盟が切れたね。謙信との同盟が切れたのでこれまた同じ手を使うことになりますが、先月の終始兵糧外交をして兵糧をもらいましょう。承知いたしました。あとはそうだな、山名が侵入するとかってことがあればいいんだけどね。あとそうだな、その心中してくれるようなところがあるかどうかだね。戦わずしてこちらの味方になるようなところがあればいいけど、さすがにないか。さあではこのまままずは朝倉本願寺を滅ぼしましょう。志果たすまで死ぬわけにはいかぬ。朝倉の一門衆は白ダミにかけるんでことごとく討ち取りましょう。では大正寺に向かいます。ここでライレンと決戦になるな。で秀吉の方はというとここで無駄に兵糧を使いたくないので強行しちゃいましょう。終わりか、口ほどにもないの。朝倉の一門衆がいるかどうかだけどいるね。そしたら徒用する武将ですが、まあ、朝倉の一門衆は除いて朝倉義景もここで殺しましたね。そしたら秀吉はもうここで騎乗させていい？いいよね。御坊と大正寺だけなんで、秀吉は一旦もう騎乗させましょう。踊ろうか。なんといっても兵糧の消耗が激しすぎるので信長の6万の軍勢で十分に残りの
本願寺勢は打ち破れるかなと思います。で、秀吉のイベントですね。これでそろそろ木下藤吉郎秀吉から羽柴秀吉に変わっても良さそうですけどね。お、やっぱ秀吉になりますね、ここで。これで羽柴秀吉になりましたね。まあ、ここでは木下秀吉のままですが、さあこのまま大将秀吉に信長の軍勢を進めます。出陣する。で、謙信とは兵糧1万900引き換えに12ヶ月の同盟、まあ、願ったりかなったりのいつも兵糧外交ですね。ここで伊達と北条の戦端が開かれたわけですね。これちょっとあんまり嬉しくないな。伊達がね、持ちこたえてくれればいいんですけど。あとは上杉がそれこそ北条に対して合戦を仕掛けてくれるみたいなね、ちょっとそういう構造が出てこないと厳しいかな。んで、一方山名はやっぱり毛利と合戦に及びますね。そういう状況であればここは山名に対して俺の波動を阻む戦線を布告しましょう。生かしてはおけぬ。では早速山名の城をかすめ取っていきましょう。半兵衛の軍勢に任せておけば間違いないだろう。使いの者が来たようです。本願寺からか。小山御坊だけに譲渡。いや、ここはもう本願寺はこのまま滅んでもらいましょう。行くぞ。進め。ここだよね、毛利と山野の合戦で元就が勝利したわけだな。これは一気に城をかすめ取るチャンスだな。逆に毛利に遅れを取るわけにはいかなくなりましたね。ちょっと無理してでも出兵しましょうか。そしたらまずは八神城に向けて兵を出しましょう。ただ数はそんなに出せないので、どうする。34,000、15日で集結できるんで、どうする。2万でいきましょう。これであれば10日間前後で集結して八神城の救援に行けるので、これで進みましょう。一人たりとも逃すな。報告いたします。畠山との同盟があと1ヶ月になっているので、ここはまた兵糧外交をしたいけど、どうする。兵糧がちょっといよいよ足りなくなってきたね。
今回はどうする？信長が五行を放っているとはいえ商業系があまりないな。そうすると農業重視でいくか。これで表情を終える。一つ考えが。鉄砲系がやっぱり信長のところはガンガン伸びてきますね。やっぱりお金がちょっとないのかな。商業地が全然溜まってこないんで、ちょっと商業をやっぱり重点的に貯めるっていうね、元々の方針はしっかり守っていきましょう。かたじけない。でちょっといよいよ兵糧が心もとないので兵糧を買っていきます。ちょっとずつしか増えていかないんですが、だって兵糧がもらえそうな勢力ある。まず赤松に対して兵糧をもらいにかかりましょう。とにかくみんな兵糧をもらいに奔走するしかないからな。兵糧をくれそうなところには兵糧を徹底してもらいに行きましょう。まあ結果くれないかもしれないですが。で信長の方は力攻めにして兵糧の節約に努めます。乱世が望む俺の天下よ。まあさすがにね、総兵を殺すわけにはいかないので、朝倉ではない以上は全員投与しましょう。で信長は早速起乗します。で次のターンで兵を入れていきましょう。いや武将を入れておきましょう。明石武則か、さすがに統率は高いですね。知略も含めて包囲しましょう。松永久秀はここはどうする？大丈夫かな。毛利はこれ以上は兵は出してこないのか。毛利との白鳥合戦になってきてるんで、さっさとね城を接収していきたいなっていう気がするんだけど。しょうがない、これはもう米というか家宝はくれてやろう。家宝などくれてやる。後々すべて飲み込みますからね。金銭2万3800か。正直言って辛いけど今は兵糧の方が欲しいな。報告いたします。この後はなので同盟を結ぶ条件として兵糧をもらう、まあ実際には逆なんですが、兵糧を結ぶちょうだいって言いに行って同盟を結ぶいつもの外交を展開して、山名の方に兵を集中しましょう。で、大正寺小山五号この辺りには武将を配置していきます。まずは忘れないうちに兵糧をもらいましょう。で、武将の配置ですね。まず小山御坊には本願寺を入れといてあげよう。ここはかしこまりました。で雷蓮は大正寺に入れる。かしこまった。かしこまりました。で残りの2つの城にもね人を入れておきたいんですが、あとは誰入れるかだな。
まあやっぱり詰めに詰めてる観音寺から人を入れてあげるのがいいでしょう。新庄を入れておきますか。そしたら新庄でさらにというところなんですが、武将の数はねそれなりに余ってるんでじゃかじゃか入れていっていいんですけど、最前線にはやっぱり戦闘力の高い統率の高い武将を入れておきたいですからね。じゃあここは土器を入れておく。かしこまりました。これで一通り配置は終わったね。そしたら戦局を対山田の方に向けていきましょう。口ほどにもありませんでしたね。竹部山八神が落ちるかな。そしたら半兵衛の軍勢はそのまま弓木城に向かいましょう。囲むのです。ここは本当に城取り合戦だからな。いかに毛利より多くの城を取るかに全てがかかってますね。では黒井城に兵を進めます。できれば武田城この隅城ぐらいまではね、こちらが取ってしまいたい。取り囲め。使いの者が来たようです。兵糧外交ですね。山中、織田家の神獣の申し入れ、これはもちろん引き受けよう。山名を傘下に組み込むことができましたね。これでいよいよじゃあ毛利との決戦だな。戻るぞ。戻りましょう。これでどうなったかというと、緑の部分ですね、三好山名、この辺りは完全に信長軍の配下に組み込んだ形になるので、こうなってくると、次は別所攻めだな。別所攻めを行っていきますか。でその後は毛利だな。毛利でここはね北条と伊達の合戦の状況を見守りつつ、今川武田、さらには今お話したように中国地方ですね、毛利の攻略に勤しんでいきましょう。平坦っていう意味だとちょっとね厳しいのが、城がね近くにないっていうのがあるんで、しばらくは兵糧をね蓄えつつちょこちょこ出兵して、毛利をかく乱するっていう動きをしていくのが、上策かなというふうに思います。では今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。